はい、皆さん、こんにちは。グズでございます。今回ね、珍しいもの見つけました。ゲームキューブ版の、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・アドベンチャーというやつなんですが、これね、2001年に発売したんですよ。これね、僕、当時ね、多分2001年、あ、ちゃうな、2002年ぐらいに買ったんですけど、その、出たばかり、そうなんです。今のユニバーサルと違って、まだ当時の最初の方の、ユニバーサルなんですよね。ET のアトラクションがある時のユニバーサルを再現したゲームになってます。当時僕2002年ぐらいに持ってまして、で、まあ、持つ前にユニバーサルスタジオジャパンに行ったんですよ。当時ね、ちょっと仕事辞めたすぐにちょっといろいろあって、嫁と、結婚したばかり嫁とね、ユニバーサルに行って、で、一回じゃ回りきられへんから、次の日にもいたんですよ。で、二回行って、満喫してから、なんかゲームキューブ版にユニバーサルがあったなぁと思いつつ、買うてみたら、すげえハマったいう作品なんですが、まぁ、ちょっとやっていきます。ミニゲームだけじゃなくて、なんで英語だけか。ね、パーク内が、パーク内を好きにね、こうね、歩き回ることができるんですよ。これはキャラクターの姿を変えることができます。まあ、どうしようかな。君誰や、黒すぎるぞ顔が。あ、もうどうしようか、これでいいか。で、まあアトラクション、いろんなアトラクションがあるんですよ。出てくるのは E.T.、バックトゥーチャー・フューチャー、ジュラシックパーク、ジョーズに、バックドラフト、ウエスタンかな。まあ、ご当時の、当時に2001年に、オープンした時の、ユニバーです。まあ、ここはまあ一緒ですね。現在と変わりませんが、大体そのマップを充実再現しています。え、ウッドペッカーで小さな。そうですね。
あと曲もね、それなりに再現してるんで、まあそこも注目。Let's begin by taking a walk around the park. This place is big, so try not to get lost.まあこれ始まったんですが、まあミニゲームをしてスタンプをもらったりとかして、まああんまストーリー関係ないです。まあそれで遊ぶだけです。パーク内に文字プレートが置かれてます。そう、文字プレート全部集めるとスタンプを押してもらいますと、アトラクションプラスとポイントが生まれます。ポイントが溜まったらここにウディに話しかけてみましょう。まあ物も変えたりするんですが、まあさっきも言ったように遊べるゲーム、遊べるアトラクション、実際にまあ入れるアトラクションが、まあジョーズ、ED、ジュラシックパーク、ジョーズに、ウォーターワールドも入る。ウォーターワールドはミニゲームでちょっとなんか見れるだけのものかな。で、バックドラフト、ほんであれや、バックドーザフューチャー。で、ウエスタンワールドのっていう場所があるんですよ。もともと、ウォーターワールド行く前にあった、なんか動物とかを、動物とかの、ショーを見れるアトラクションがあったんですよね。まあ、ないんですけど、まあ、そこをね、再現できてるというか、これね、入り口のところなんですよ。多分みんな知ってると思うんですが、まあ、ここは、今も一緒ですね、現代。ここに、まあ、よく写真、入り口に入ったところに、ユニバーサルの地球儀、まあ、あって回ってるやつなんですね。で、これ行くと、アーケードの方かな。うちずっと行ったお土産屋さんの方のアーケードの方なんですよね。ここですね。まあ、これは再現してるんですけど、そう、このゲームね、アトラクション、ミニゲームでもね、いっぱい並んでるんですよ。で、そこに並ばないと入れないんですが、帽子を購入すると、好きに入れるんですよ。ここもね、現代一緒です。まあ、こっち側行くとトイレあるのかな。トイレなら、まあ、行けないんですが、こっち側にトイレのある方向と、まあ、こっちにも、まあ、行ける道があるんですが、ちょっと変わってんのが、ここ、あれやな、こっち側かな。まあ、こっち側に、何やったかな、シュレック、今シュレックあるのかな、シュレック、まあ、今多分ね、あれがあるんですよ。何やったかな、ソングちゃうし。あれ、なんだ、コアラの、まあ、いいや。まあ、いいわ。あるんですよ。エルモか。エルモの、なんか、映画とか見れたりする場所があるんですよ。で、それがあるんですが、シングか。今、シングあるんかな、ここで。シングがやってるんですよ。で、まあ、これ歩きまして、あ、これ入れんの？あ、そう、これアーゲードの方なんですよ。で、さっきの、まあ、拡大ですね。で、まあ、この近くとかに、まあ、あれがあるんですよ。土産物とか買えるとこがあったりね。あ、しまった。なんか今お姉さんおったな。これね。あ、バイブレーションか。間違えた。これ。あ、おやめっちゃ震える。お姉さん、お姉さん震えてるや。お姉さんが震えてる、震えてる。てで、行きまして、あ、これどこやろう、これ後ろかな、もらって、入り口配ってた。お姉さん、震えてるって。すげえ震えてる。実際おったら嫌やな、これ。最初ね、こんな曲かかってたんですよ。ユニバーサル。今もかかってんのかな。なんか、ね、入り口入ってこんなんかかってるんですよ。どこや？これか。あ、やった。地図もらった。地図もらった。X か。X？ これか。お。今まだ入り口周辺で、そんでこのね、ジョーズとかね、ウォーターワールドもそうやけど、あ、ウエスタン違うのか。ウエスタン横。ウエスタン横やな。あ、そこや、あ、そうです。ウォーターワールドの、その手前なんですよ。ちょっと広くだって今なくなってるんですけど、そこにウエスタンって、で、ET がウッディウッドペッカーの下にあるんですけど、この ET ね、今ないんですが、これね、娘にも聞かれるんですよ。
なんか ET あるとか言うたけど、あったんですよ。ET あったんですよ。と ET がね、今ある、今は何やったかね、スペースファンタジーっていう、宇宙のアトラクションなんですよね。それが一応、まあ、そこにもともと ET がありまして、で、今、そのね、スペースファンタジーのアトラクションが、だいたい、あれに ET 出てこないけど、あんな感じなんですよね。乗り物をぐるぐる回ってね、あんな感じになっております。で、当時 ET はあんまり、あのね、結構故障が多かったんかな。で、入り口の前にお姉さんやお兄さんがいまして、自分の名前を入力してもらうんですよ、コンピューターに。ほんで、自転車型のアトラクション乗って進んでいくんですが、最後、ET が出てくるときに、登録した人の名前を全部言ってくれるんです。まあ、それの誤作動があったみたいで、そうそう。で、グツだよ、グツって入力してもらうと、最後、グツようこそって言って、ET が言ってくれるんですよ。で、そういうシステムがあったり、まあ、ちょっととりあえず見ましょう。ああ、こうな、あれやな、ハンバーガーのね、なんかね、ハンバーガー屋さんとかあるとこなんですか、車とかあって。ごめんちゃうね、これ。何よ。あ、字拾った。字拾った。執行字。当時俺ね、これね、あのゲームキューブでどこにおる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 やあれどこあった、おった。当時ね、これ凍った時にもう一回行きまして、ゲームキューブと比べました。比べたいうか、その道筋をね、通ったりして、そう、これ上手だと思います。あ、しまった。マップの構造箇所、これ上手。そう、これ上手があって、上手行きましょうか。これ上手、これ入っていた上手がある。そうそう、これなんですよ。あ、いけるんだよね。あ、いける。並んでない。空いてる。で、ここではね、アトラクションにあのミニゲームがちゃんと始まります。拾って、まあ、そうそう、ジョーズが来るから、アイテム投げて撃退しろっていう。どう喋るの？上の上をね、歩いていくんですよ。いや、行きましょう。とりあえず A ボタンであの物を拾って上手にぶつけろっていうゲームですね。行きまーす。元のあのね、ほんまに US ユニバーサルのあれは船に乗ってってあの上手のアトラクションを見ることができるんですよ。お兄さん、お兄さん、あの運転手お兄さんとか注目してますけど、あの演技すごいですから。まあ、これ拾って、そう持って、レーダーあるでしょ。まあ、レーダーのところに多分来るから、こうやって投げて、あの体力をなくしたら勝つんですよ。だいたい、ちょっと。あ、間違えた、あうい船がね、どんどん食べられていくんで、それをね、阻止するんですよね。あ、赤、早、遅すぎた。そう、もうちょっと、あー、やばい、ちょっと待って。投げて、逃げて、ここか、あ、やばい、あ、無理、あ、俺や、上手に食べられる、助けて、助けて、SOS や、やばい、どこや、来た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 、だん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 じゃねえよ、ちょっと待って待って待って、あ、ちゃう、どこ投げたよ、あ、待った、やばい、これやばいよ、大ピンチ、あ、ほえ、あ、ほえ、ちょっと待って、やばい、来た来た来た、ここや、絶対ここ、あー、もう違う、難しい、やばい、これ全然じゃねえ、あれどうだった、ちょっと待って、急ぎ急ぎ急ぎ、来た来た来た、後ろ後ろ、絶対あれやな、船が噛まれてないとこに行くから、ここじゃないか。あ、行きたいね、行けた行けた。ここしかね、噛まれちゃってるかな、こっち。で、
ろここやで、ね、あ、いいね。どこ来るか、こっち来るじゃん。あ、いいね。あ、同じとこばかり行くよ。ああ、いいな、昼前にやつ。後ろから来た、後ろから来た、後ろから来た。後ろから来た。ああ、急げ、急げ。違う、違う、前や。ああ、行かれてる。待て待て。絶対ここや。ここしかない。2個しかないからな。横から来るのか。ああ、待ちやで。ああ、怖い、ああ、やばい。ああ、で、1対1の対決になっていた。あ、でも、いや、ここ、ここしかないもんな。来いよ。ふっふっふっふ。一対一の対決だぜ。俺が勝つのか、奴が俺を食うのか。し、待てよ、ちょっと待て。一位が大事。ここ、ここ。来いや。絶対ここ。あ、どっち？どっち？あ、まだある。まあ、ある。そっそ。もう一回か。最後、ラストチャンス。ここ。待て待て待て。向きが大事やる。ここへ。さあ、浮き上がれ。スペシャルアタック行くぞ。あ、やった。クリアさ。ボロボロやけどね。まあ、こんな感じです。超面白いな。久々やった。あー、すげえ、万歳。おう。ね、これ色がありまして、スタンプ押してもらうんですが、青がね、スコアが低いんですよ。で、赤を押してもらうと、いいスコアになります。たまにね、まあ、でかい人形がキャラクターがそれぞれいまして、それらに握手かな、タッチしてもらうと、タッチしてもらうと、ポイントが増えるんですよ。あ、これ、あと、ゴミみたいなのに、これがウエスタンかな。あ、そうやね。ワイルドワイルドウエスト。じゃあ、お前じゃねえって。違う、お前じゃねえよ。ちょっと待って、俺喋らせてくれ。あ、そう、ゴミね、捨てたらね、ポイントくれないです。いや、邪魔する。ウエスタン、ワイルド、多分これもみんな知らんやろな。こう、あるんですよ、これ、ね。あ、並んでる。めっちゃ並んでる、めっちゃ並んでる。並ぶか。こう並ぶんですよ。で、減っていくんで、ね、ここほんまみんな知らんねんかな。このね、ちょっと左からどっか行くと、ウォーターワールドがあるんですよ。それの一個手前に、動物のショーや、馬に乗れたり、まあ、ガンマいうか、まあ、ウエスタンの風のガンマになって、鉄砲で撃つアトラクションとかができたんですよね、実際にね。で、今それがなくて、まぁ、あ、ちょっと残念なので、あれね、僕も嫁も結構ね、面白くて、まぁ、あ、行ったらね、まぁ、あ、見てたんですよ。今日結構何回も見れる。動物アトラクションが特によくできてて、まぁ、あ、すごい面白かったです。今ないのがね、ちょっと残念なんですが、ちょっと早進めや。そう、これ時間経つと勝手にボンボン進んじゃうんですよ。で、待っとかないとね、入れないんで、また来たな。あ、並ぶんちゃうの、並べ方。待ちましょう。ちょっと待ってください。このゲームね、残念なことにね、ターミネーターだけが収録されてないんです。まあ、他にも収録されてないやつがあるんですが、なぜかしらのターミネーターがね、収録されてなくて、まあ、ちょっと残念なんですけど、当時はまだスパイダーマンとかなくて、ないんですよね。で、まあ、ないんで、ハリーポッターももちろんのこと、ないんで。でね、このゲーム、
ね、最初全然売れてなくて、ね、このゲームね、一時だけね、あのね、持ってたんですよ。当時は持ってて、勝手に持ってたんですけど、僕ちょっと弟たちが多くて、途中ね、飽きたらね、あの弟たちにあげる習性があるんですよ。で、後でね、やりたくなって、返してもらおうと思ったんですけど、家になくて、もう一回買おうとしたんですよね。それがね、ハリーポッターができた時期に、ちょっとちらっと、このゲーム覗いてみたら、すっげえ高かったんですよ。なんか2万ぐらいかな。そう、なんかついてあって、プレミアム、なんかね、プチプレミアムみたいについてあって、で、まあ、すげえやりたくて仕方ないんですけど、今日ね、たまたまね、ブックオフね、行ったらね、あったので、480円で。で、これ今、ネットで見るだいたい8000円ぐらいかな。8000円ぐらいで、まあ、箱付きで買えるんですけど、8000円も出して、どうやろうな。僕ね、それもやめたんですよ。でもたまたま今日はね、480円であったんで。ちょ、進めんのかこれ。早く。やらないのかこれ。ちょっと。あ、無理か。無理やった。どうせ後で行きましょう。なんかね、並ばないと入れないところとかもあって、ジュラシックパークとか行けたよな。これ出た方がいいのか。あ、これ G じゃないの。あ、ゴミか。これをね、これをゴミ箱に入れると、こうやってポイントがくれるんですよ。ポイントも出たらね、別にね、並ばないでも入れるんですよ。そこに、あ、一緒か。あれ？どうなってんの？あ、これがなんかあんね。あ、あった。今ね、ユニバー、人多いからね。当時よかったんだけどな、今はちょっと入りにくい。あ、あったあった。どこどこ、俺どこだったんだ。ここ、ジュラシックパークの方やな。多分、ジュラシックパークがあるんですよ。ここ。あー、これね、ジュラシックパークの話。いいね。あー、並んでやがる。待てでも入らないかって言って、これで入るな。なんか並んで入れたような気がするけどね。どうしようかな。どうしようかな。こっちか、こっちか。おい！これで、あ、結構近いとこあるな。バックドラフトと、こっち行ったら、あ、バックドラフトフューチャーの場所があるんでね、実際に。あ、違うへん。あ、そうそうそう。ね、バックドラフトとバックドラフトフューチャーは近いんで。なんかね、こっち側に、これこっちに中華っぽいのがあるんですよ。で、港というかなんか見れるとこがあって、こんな階段となってるんですよね。邪魔すんな、お前。邪魔しない。あー、バックドラフトすげえ混んでない。バックドラフトやばいぞ。バックドラフトすげえ並んでんねんけど。おい、全然先輩入られないなと思わなきゃ。ちょっと待って待って。入られないぞ。バックドラフトについていこう。あー、うん。ゴミ拾った。そう、今ないんですよ。バックドラフトシューターはね、最近のコラボ知ってるんですよね。割とね、この間亡くなったばかりで、そうそう、ミニオンになってしまったんですよね、ここが。そうそう。あー、もう、だから違うね。それ、あ、ふふえ。ちょっと、拾いたい。うわー、すげえ並んでるよ、これ。すげえな。入られん、どこも入らないんですよ。俺も入れてくれや。もう入られへんやん、隙間ないから。お前ら。あとどこ行ってないや。全部入られんのじゃん。赤じゃねえ。超しか入ってないよ。ちょっと
帽子か、なんか買わなあかんのか。どこで買わなあかんの。あ、これか。あ、セールス。おお、いいね。アイテムない。どこで買うの。入れる？入れそうないね。入れそうない。入れそうない。行きましょう、行きましょう。ここになんか有名人のね、あのスタンプ、手のスタンプが飾られた。おる。そう、これ言う。これで、ポイントもらえる。あ、ブルー言うた。すげえ。そうそう。こうやってね、各キャラクターとね、いろいろ、全部とね、こう回っていってね。で、あの、握手が、まあ、ハグしたりすると、ポイント結構早めに溜まるんですよ。いいね、いい感じで。こんにちは。はい。あ、クイズやった。Hello, I'm Winnie Woodpecker. Winnie Woodpecker。え？シャレードのケーディフランドのスナーとか。わかれへん。最後名を明かしたピーターが、なんでやねん。ツイスターが目がかかっていた犬の名前は知らねえよ。何やったかな。知らねえわ。モースやったっけ。じゃあ知っていいかな。あ、おー、出た。モースやった。なんか知って覚えてた。グレイテーターの監督、誰やったこれ。あ、そっちか。って知らんけど。同じゲームの、知らんわ。あ、やっぱり来てんね。先生やった。アホウェイ！もう一回やってるか。うるさいな。うわ、難しい。そう、クイズ。ユーチャー3の、何やったかな？石じゃないよ。パイの皿やったっけ？いや、違うな。あ、パイの皿や。表だよ、パイの。そうそう。なんか投げるんですよ。宇宙先生やな。ちょっと、説明受けな。どうやったっけ？ドラゴンハートの、誰やねん。ジリアンムーア、ジリアンムーア、デナメア、アウ、デナメア、ディシランは全部やる。ジャパーク3。パーク3の舞台はどこ？あれ、どこなん？あ、ソルナ島か。ウェア終わりたん。うわぁ。このクイズね、めっちゃむずいって評判なんですよ。映画、あ、間違えた。ウォーターズ、ウォーカー、間違えた。そんな名前あったっけ？船が突っ込んだ。船の名前のことを。ああ、なるほど。でもね、昔の職業。リムホテプの、あ、偶然当たった。ハッチャダンシュンダリオは、ニコラス・ジャイアンケン、ロビン・ウィリアムや。ライトプレーンの監督ってなった。これなんか今やってるよな。あー、トム・フォアラ、こっちか。知らねえわ。なんて、知ってんの？わからん、適当に。そういう意味か。You need to watch more movies. もういいわ。恥さらしになってしまう。クイズは嫌いや。というわけです。どこもやられへんやんで、ちょっと待って、探そう。やっぱ入られへん。ならんな。うわ。クイズ。あ、クイズもさなあかん、結局。あったな、コミン、コミン。あれ、これ持ってるよね。ゴミすげえ落ちてるよ。お、いい感じやね。いっぱい落ちてるゴミ。あ、
これか。あれがあるやつ。これがあるやん。これがあるやん。マイクがあったんか。変な読み込み方だ。ああまだお姉さんバリバリ言ってる。なんかえ何やん。なんかなんかあってるの。ちょっと見て。ああそうか。ああやかった。あ寿司っぽいな。ゴミゴミ。帽子もらったことがあったっけな。こっち行けた。いけねえじゃん。ちょっと待って待って。なんかあれやろ。ゴミか。ゴミばっかりやん。これもこっちゃね。ああ、ゴミばっかり。ちょっと入り口に戻ります。なんかあったかどこ。ああ、ゴミ。これもゴミやな。帽子とかどこで買えてんの。帽子を買うとね、お店に入れるんですよ。どうしようかな。どれ入るの。ジョージは何だろうな。あれ高いな。そんなの。あー、どうしようかな。1位でもいいね。どうしようかな。ホバーボードからね、すごいスピードで走ることができるんですね。あれ？あ、バットも気持ちいいですね。出ちゃえ。これで行くと、入れるんですよ。やらなかったんですよね。どこへだいぶ行かなあかんな。ああ、またブルーベースリーだ。できてんな。しかし見たことある人やったら多分大体場面場面であってなると思う。混ぜてました。ランダムか。避けなかったね。あちゃうい。ゴミばっかり拾ってんやつ。
そこやったかな。来た。なんでよし、缶をね、うまいこと打っていくんです。ちゃうかったっけ、空いてるさ。待って、ずるいぞお前、全然ボタンちゃうわ。よし、任せろ。LR だけよ。はい、はい、待て、強いで、リキ。リーでリロードか。ちょっと待ってよ。あいつリーだ。ダメじゃん、勝てそうにない。早いぞあいつ、ちょっと待てよ、ちゃんとリロードしてないかな。半が狙いにくいな。ああ、やってもだ。よっしゃ、勝った。全然ダメやけど。あの顔、腹立つな。あ、まだあんのかい。全部取ったのに、おかしいぞ、どういうことや。
がいけんじゃん。はい、なんでだ、どう負けてる、なんで、どういう点数、ちゃんとやるなあかんのか。いけ、これむずいな、滑るねんな。やっぱ負けてる、安いです。あ、やばすぎ。ダメだこれ。やばいかもしれん。いや難しい。あいつ加減してくれてるか、あいつ加減してくれてる。なんで急に2回乗ったやん。ちょっと待って、これ、あーうい、釣れた。今回ここまで、ここまでじゃないな、ちょっとここまでにしときます。終わりでダメでした。時間がないんで、ユニバーサル、ここまでやる。ディレアもしてるけど。こんな感じです。まあね、ポイント集めて、帽子買って、またアルクトラクションして、探索してって感じですね。ゲームとしてはそんなに、大して面白いっていうことじゃないんですけど、当時のね、ユニバースを知るには、結構いい商品ですね。もう、当時の、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを遊ぶことは、遊ぶか、体験できることはできないんですが、これだとね、それを再現しているので、雰囲気をね、結構楽しむことができるんで、まあ、その点にしたら、いい商品かなと僕は思います。見かけたらね、買っといた方がいいかな、と思います。以上です。クズでした。また見てください。また見てねー。